リニューアル前の駅舎駅構内の様子。列車が止まっているのが3番、乗り場駅前の様子廃止された、94.5番乗り場跡と月決め駐車場94.5番乗り場跡への古戦橋の様子新寺駅は、島根県松江市新寺町新寺にある、西日本旅客鉄道の駅。山陰本線を所属線としており、当駅が起点となる、木曽線を加えた2路線が乗り入れる。 事務官コードは64万738。単式、島式の複合型2面3線のホームを持ち、行き違い可能な地上駅。単式の一番乗り場側に駅舎があり、島式ホームへは、古戦橋で連絡している。直営駅であるが、係員が不在になる時間帯がある。かつてのホームは、単式1面1線、島式2面4線であったが、 山陰本線の高速化に伴い、一番外側の島式一面二線を廃止し、駅舎側の一番乗り場が山陰線上下本線、島式の二番乗り場が山陰線上下副本線、三番乗り場が木杉線本線となっている。駅舎から一番遠い旧五番乗り場の線路跡は、月決め駐車場となっており、古線橋の旧四点五番乗り場への通路がそのまま、出入り口として、 再利用されている。駅構内に、キオスクが営業していたが、現在は撤退している。また、2017年6月22日のトワイライト、エクスプレス随風の運行開始に合わせて、内部ホールの壁面を、ガラス化、外観壁の発火、床材は、気町ちい,い石でこし、腰壁は木材を活用した改修が、同年5月18日に完了した。また、 専用入り口も設置予定。後方に乗り場は、駅舎側から、以下の通り。上り列車でも、通過列車との行き違いがある場合は2番乗り場に入る。通常、停車列車同士の行き違いの場合、米子方面行きが1番乗り場に、出雲市方面行きが2番乗り場に入るが、後者は稀に3番乗り場に入ることがある。松江方には留置線があり、 キスキ線の列車の待機に使われている。なお、3番乗り場には、河川は張られておらず、機動車のみが乗り入れできる。2018年度の1日平均乗車人員は600人で、ある。近年の1日平均乗車人員は、以下の通りである、統計1。西日本旅客鉄道 D3 本線快速、乃木駅新寺駅快速、アクアライナー快速。 鳥取ライナー普通木町駅新寺駅、小原駅いいきすき線新寺駅南新寺駅かも、中駅広報資料、プレスリリースなど一時資料、編集統計資料、編集。ありがとうございます。